っていきまーす。意外とうまそうでしょ。次、アクシオムアーク。ダメージを与えてから3秒以内に対象の敵チャンピオンが倒されると、アルティメットのスキルの最大クールダウンが 25% 解消する。ほう、これ俺ノクミットいけるな。絶対ノク強いと思うこれ。さて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 、今日私がいただくのは、トップのザリガニはもう T も確定なんで AP は確保でしょ。ということはノクターンなんですよ。で、ノクターンのアイテム、リーサルテンプじゃありません。ルーン的に3秒以内に殺さないとアルティメットの CD が 25% 解消されない。それを考えると電撃が最適解なのであります。今回スタミジャパンがやるのは電撃ミッドノクターンでございます。よろしくどうぞ。 R で倒す必要はない。あ、そうなの。じゃあリーサルの方がいいかな、いいのかな。じゃあリーサルの方がいいのかな。ねえ、俺がノクターンするときに一つだけ意識してることがあります。絶対に防具は積まない。積んでしえ。なんでかっていうと、防具を積んで敵を一撃で殺せないっていうのがバレちゃうとノクターンの威力が下がるから、ノクターンでなくてよくなる。あ、お前が来んの。勝ち確なんだが。悪いけど、え、何してる？え、何してる？あ、なんだと。やるなお前。ノクターンの強さ見せるから。いや、マジでね、今、このアイテム変更あったじゃん。ノクターン本当おすすめよ。本当おすすめだぞ、俺。なんか、レーンでこうやって喋られるじゃん、下手くそな人って。それでも活躍できるってのを見せるわ。ミッドのアサシン、なんか、操作むずいの多いじゃん。ゼドだったり、キアナだったり、タロンだったり。まあ、タロン今ちょっとミッドじゃないかもしれないけど。その中で、ちょっとアサシンやりたいなって悩んでる人、ノクターンマジおすすめ。俺でもできるから。でかくない？それ。俺でもできるって。生きかけた、生きかけた。おい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 。誰？え、誰？おい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 。これがノクターンなんだよね。わかる？全然再起できっから。本当にそこにいる？いるね。そいつフラッシュない。はい、ナイスー。ノクターンの強み。あの、プッシュが早いところだから。ほう、ムキになっちゃったね。なんか、なんか大丈夫かな。いや、ケースじゃない。いや、ケースじゃない。また落ち着け。あいつに勝てねえや。やめとこ。喧嘩、あいつに喧嘩うんのやめとこ。
カバフジネか。あら、外したカードお前。あらーあらここで暗転してあげる。ここで暗転。敵を倒しました。味方のタワーを破壊しました。敵を倒しました。何で OK。 でも結構押したな。やめろお前、まあ、やめろお前、やめろお前、やめろおい、回らないって。おい、やめろ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 。あなたのチャンピオンが倒されました。オッケー、一人アサシンしたいな、どっかで。マジで弱いけど、ナイスナイスナイス。よしよし、危ねえ。一人横持ってた、一人横。オッケーオッケー、ナイスキュー。あー、むむめ、それは。もう俺ファームしても意味ないんだよね。ノクターンこっからファームしても何も起きない、残念ながら。本当に残念なお知らせなんだけど。あーあーあー、ナイス。あー、後ろにブラディいんのか、強い。シャットダウン、暗転。聞いたなあ、暗転が。我々メインに飛んだ方がいいよね。いやでもアルティメットの時間をできるだけ延長しよう。なるだけアルティメットの時間延長して、暗い中最後の最後で飛ぶぐらいの。あ、これ暗転。激弱、やばいですよ。何あいつ調子乗ってんだ。あ、ギリ届かねえそれ。うーん、え、え、あらららあららあららららあ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 ららナイス。まずいな。敵のキリングスプリー。ダメージなさすぎや。ダメージなさすぎや。ちょっと待って、ちょっと待ってね。